県内の大学や短期大学の学長と知事が一同に会し、人材確保や進学率向上などそれぞれが抱える問題について意見交換する会合が今日一年ぶりに開かれました。この会合は知事と県内2つの大学、それに3つの短大の学長などがさまざまな課題について意見交換することで県と大学また 大学間の連携を強化しようと去年発足したものです今日およそ一年ぶりに会合が開かれ冒頭山口知事は人材育成が大事大事な時代であり各高等教育機関での連携が大切と挨拶しました会議は冒頭のみ公開され大学や短大の情報発信での課題として教員志望の学生が進路選択するときに 短期大学にも教員免許取得のための2年間のカリキュラムがあることが十分伝わっていないのではないかという点が挙げられました。また、今後も増えることが予想される外国人留学生の住居について、公営住宅に空きがあった場合に入居できないのかなど、大学側から提案があったということです。県内には認可されれば、再来年に武雄アジア大学は 2029年には県立大学ができることになり卒業後の県内への定着や県内企業との連携なども課題となっています。